2019年4月21日 J-COM スタジアム土浦、茨城アストロプラネッツ PR アンバサダーアントキの猪木さんの雄たけびで幕が開かれました。チームスローガン全身力を胸に、茨城アストロプラネッツ群馬ダイヤモンドペガサスの初対決です。茨城アストロプラネッツの先発は小沼投手。1回の表、群馬の攻撃、先頭打者のツーベースヒット、そして送りバントで三塁に進めると、打球を見失うアンラッキーなタイムリーで先制されました。続いてライトへのツーランホームラン、さらに豪快な一発を浴び、この回4失点。1回の裏、茨城の攻撃、先頭打者のキャプテン小野瀬選手、センター前にクリーンヒット。続く2番上杉選手、センター前に弾き返し1、2塁のチャンス。ワンアウト2、3塁で5番の加藤選手、センター前に抜けようかと思いきや、惜しくもショートのファインプレー、この回1点止まり。3回の裏、茨城の攻撃、トップバッターはキャプテン小野瀬選手、ピッチャー強襲、あと一歩惜しい、キャプテンの気迫に続けと上杉選手、セカンドへの内野安打で出塁。続く3番ジュニア選手、ライトへのクリーンヒット、しかし好返球で上杉選手がアウトに。このままでは終われないと加藤選手、レフト線へのツーベースヒット、1点を返しました。4回の表、群馬の攻撃、ワンアウト2塁のピンチでセンターへ弾き返され1点追加されました。5回終了後、ベガスダンサーズとベガスガールズによるパフォーマンスで球場も一気にヒートアップ。茨城アストロプラネッツの追い上げに期待です。6回の裏、丸茂選手、センター前へクリーンヒット。続く長峰選手はデッドボール、寺島選手はフォアボールを選び、満塁で笹島選手、カウントワンスリーからの5球目、ボールを見極めフォアボールで押し出し。続く小野瀬選手もフォアボールで連続押し出し、押せ押せムードで上杉選手、ライトに抜ける値千金の同点打。このまま試合終了、5対5の引き分けに終わりました。まだまだ北野さんに強いんですけども、これから頑張っていきますので応援よろしくお願いします。アストロプラネッツ坂監督の話を伺いました。ありがとうございました。最初の2本のホームランがなかったら1失点で7回までいけてたと思うので、初回の入り方をこれからもっと気をつけていって丁寧に抑えられたらなと思います。今日キャプテンがピッチャーゴロで一塁にヘッドスライディングした、あの時の気持ちはみんなを引っ張っていくキャプテンとしてとか選手としてとか、どういう気持ちの表れだったんですか？そうですね、ここ最近の試合で本当当たり前の
ことなんですけど、全力疾走だったり、例えば強いストライクを打ったからどうやってボールをバックに当てようとか、そのがむしゃらさっていうのがちょっとチームに欠けてたので、僕も最大値もありますけど、それもそういうプレーするんだっていうのをちょっと見せたいなと思って。キャプテンに続け、キープオンがむしゃら。この番組はノーブルホーム、ビッグマーチ、筑波記念病院、茨城プラネッツ福祉センターの提供でお送りいたしました。